当動画をご覧いただきありがとうございます。河野大病院児童精神科より子どもの心ラボ第7回をお送りいたします。今回は子どもの睡眠障害と薬物療法についてお話しさせていただきます。睡眠障害の子どもたちを専門的に治療する場合、まずはしっかりと睡眠衛生指導を行うことが大切です。その次に消去法や入眠儀式などの行動療法的治療の検討をした後、薬物療法を選択することがあります。その際にどのような薬物を使用することがあるのかについて少し詳しく説明していきましょう。子どもで多く見られる睡眠障害は外実リズム障害ですが、そのリズムを作り出しているメラトニンには MT1 受容体と MT2 受容体があります。 MT1 受容体は入眠促進、睡眠持続、入眠戦時の短縮、総睡眠時間の増加を司っており、 MT2 受容体は睡眠覚醒リズムの調整を担っています。そこでメラトニン受容体作動薬であるラメルテオンやメラトニン製剤を就寝数時間前に投与することで睡眠層の前進が期待されます。これらの薬にはリバウンド、依存、翌朝の認知機能への影響、筋弛緩作用、記憶障害、キー反応などが少ないため、子どもにも使いやすいでしょう。他の薬剤としてオレキシン受容体拮抗薬のレンボレキサントとスボレキサントの2剤が販売されています。臨床ではメラトニン製剤を除くメラトニン受容体作動薬とこれらの2剤を使うことがとても多いのですが、いずれも子どもでの安全性と有効性は国内で確認されていません。睡眠障害に使用する薬物として名前を聞く機会の多いベンゾジアゼピン系薬剤についてです。私たちの病院では子どもたちの睡眠の問題に対してこの薬剤を使用することは基本的にありません。脱抑制や依存性の問題が懸念されるからです。この薬剤によって眠くても眠れず興奮したり暴れたりした症例を個人的にも経験しています。ADHD や ASD などの発達障害の子どもたちは定型発達の子どもたちと比較して睡眠障害の有病率が高いとされていますが、特に ADHD の治療薬として使用している神経刺激剤の副作用としての睡眠障害の可能性を考える必要があります。 ADHD 治療薬にはメチルフェニデートとリスデキサンフェタミンの2種類の神経刺激薬がありますが、いずれの薬剤も睡眠への影響が臨床試験で確認されています。特にメチルフェニデートが睡眠に影響を与えることは広く知られています。臨床科は ADHD 治療薬の開始前と投与後の経過観察時に臨床検査、睡眠に関する問診、睡眠日誌の記録を心がけるべきでしょう。また ADHD の診断を確定させる際には睡眠障害の可能性をスクリーニングしていくことも必要です。発達障害に睡眠障害が付随する場合は特に丁寧な評価が必要であり、睡眠不足から来る多動性、衝動性を ADHD と診断したり、安易に薬物療法を行ったりしないようにしましょう。今回は子どもの睡眠障害に使いやすい薬についてお話しさせていただきました。子どもに
薬物療法を行う必要がある場合は、医師に指示された用法、用量を守り、薬剤師から具体的な服薬指導を受けることが重要です。子供に睡眠の問題を認めたら、まずは睡眠記録を取り、子供だけでなく、家族で睡眠衛生をしっかり取り返し、実践していきましょう。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次の機会にお会いしましょう。